Hello everyone, I'm Susanna. Welcome to my channel. 皆さんこんにちは、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日はね、はい、これ見たことある方もいらっしゃると思うんですけど、こちら、ちょっと毛糸が余ったので、編んでみたくなって編んでみました。で、オリジナルカラーのアレンジで、ここをブリオッシュにしているのと、ここは一緒ですね。編み方は一緒なんですけど、アレンジしたのはブリオッシュにしたことと、毛糸のサイズとかぎ針サイズを変えたことですね。So I arranged here from original. This is brioche style. You see? Like this. And then I changed the yarn size and the hook size. So I recalculated this one. Okay. And so please prepare two or three balls.まあ、120g or 100g and 200m long。 だいたい 100g で、まあ、100m ぐらいじゃない、 170m から 200m ぐらいあれば足りると思う。まあ、200m ぐらいかな。 120g の 200m ぐらいですかね。で、かぎ針サイズは、Hook size is 6.06mm. This one, size 10, 6.0. 15mm 6で編みました。Scissors and scales, and then stitch markers. Stitch markers, 毛糸呼ばれですね。Yarn needle. So that's what we need to make this scarf.これがこのマフラーを作るための材料となります。まあ本当に簡単なので、ぜひ皆さんもよかったら編んでみてください。ということで早速始めましょう。 OK, let's get started. OK, so please make a slip knot. 結び目を作ります。 I like these two times twisted chain slip knot.私はね、このちょっと2回鎖、ねじりを入れる鎖が好きなんですけど、まあそこはお任せしますね。 OK, so please make a chain. Please make chains. 鎖目を編んでいきましょう。でね、これ長さなんですけど、私の机の幅が90センチなんですよ。で、私はそれで合わせてるんですけど、皆さんも90センチなどまで鎖目を作ってください。はい。で、90センチまで編んだら2段目に移りますね。So, when you finish 90 centimeters wide chains, it means...Okay, so 35 inches long. Okay. で、ここまで来たら、じゃあ、続きを編みましょう。Okay, so move on to first row. 1段目に入ります。Chain 1, 鎖を一目したら、So this is the first stitch. ここが一番最初の目ですね。Okay. So please make a half double crochet each chains. 鎖に一目ずつ中長編みを入れていきましょう。
The half double crochet is 中長編みっていうのは yarn over 引っ掛けたら insert. I'm using the back bump here. So pick one loop. Yarn over pull up a loop. 引っ掛けて1本出してきます。Pull through all three loops. 3本すべて一度に引き抜きますね。ヤンノバ引っ掛けて、インサート入れて、ヤンノバ pull up a loop 入れた戻してきたら、ヤンノバ pull through all three loops 引っ掛けて戻してきたら、3本抜きます。引っ掛けて、入れて、引っ掛けて、戻してきたら、引っ掛けて一度に抜きます。ちょっとね、ネイビーなんで色が見えにくいんですけど、おっと、もう少しかな、あ、これぐらいですね。 Mention about the stitch marker. スティッチマーカーのことを忘れてました。 OK, so please crochet 6 inches wide. 15センチほど編みます。そしたらスティッチマーカーを刺しておきます。念のためね。はい、よいしょ。そしたらね、続いては鎖を8目します。で、なぜかというと、だいたい6センチから7センチぐらい欲しいので、 1,2,3,4,5,6,7,8 なので8目ですね。鎖を8個します。 So please make chain 8 1,2,3,4,5,6,7,8 8目しますね。And 1,2,3,4,5,6,7,8 8目スキップして、9番目、この9番目に中長編みを入れましょう。 So please make half double crochet into a stitch 9 stitch で、そしたらまたここに印で、よいしょ、マーカーを入れておきます。Please mark here. まあ、今何をしてるかまだちょっとよくわからないと思うんですけど、このままで結構です。And then please make half double crochet in the rest of stitches. そしたら残りの目にまた続きの中長編みを一つずつ入れていきましょう。で、毛糸のサイズ、かぎ針のサイズは自由に変更してくださって構いません。So you can choose any yarn and any hook size. And I want to mention about the total length is 90 centimeters. It means 35 inches wide and 6 inches for the beginning. And this is the 3 inches wide here.ここは3 inches and rest ということで、毛糸のサイズもかぎ針のサイズもご自由にしてくださって構いません。で、私がお伝えしたいのは、とにかくまず90センチで編むということと、
出だし15センチを編む。そしてここ6センチから7センチぐらいのスペースを作るということですね。でそれ以外は特に細かい決まりはないので、あとはただこの1段目に関してはずっと中長編みを入れていっていただくということになります。ということで、お好きな毛糸で編んでくださって構わないので、ぜひ皆さん、はい、気楽に取り組んでください。はい、そしたら最後ですね、3目残ってるので3目に入れます。1個、OK, this is the last stitch. こちらが最後ですね。This is the end of row 1. はい、1段目が終わりました。Move on to row 2. それでは2段目に移りましょう。Chain 1. 鎖を1目してください。And turn your work. 裏返します。こっち？どっち？あんまり関係ないんだよね。はい。And then, in my case, I like to make chain 1 and count chain.One for making the stitches. 私はね、あんまりそう、鎖一目は数に数えずに作るのが好きなんですよ。で、ということで、一目目はここですね。So please make back loop half double crochet. 後ろのループを取る中長編み。これね、かぎ針の中長編みのゴム編みですね。これを編んでいきます。So please pick.There is a V stitch here, so please pick the back loop. Back loop, this is chain. You can see the V chain here. Not the right one. Please pick the left one. この V チェーンの左側、これがバックループになりますので、バックループを取って中長編みを入れていきます。This one. 手前ではなくて奥側ですね。この毛糸を買った時はね、まだ死んだ猫が生きてたから、その子の毛が時々ポロッと出てきて懐かしいですね。I lost my cat in February and this yarn, I bought this yarn when he was alive, so sometimes his hair appears. Oh, I miss him.可愛かったんですよねえ、まあ憎まれっこよにはばかるとかっていう言葉もありますけど、可愛い人、美人薄命って、まあ美人でって女の子じゃなかった、男の子だったんだけど、美人薄命ってわけじゃないけど、すごく性格よくて可愛かったんですよね。甘えん坊でね、野良猫だったんですよ。そうそう、はい、っていう感じでバックループで編んでいきます。 OK, so this is the important point here. ちょっと難しいところに来たのでゆっくり説明していきますね。で、このマーカーは最後の目だったでしょ。だからこの最後の目まではまず入れます。So this is the last stitch. はい。ここですね。で、こっちが上、こっちが下。This is upper and this is lower. So please make half double crochet in lower chain. 下の鎖目に中長編みを入れます。
8目でしたよね。 Do you remember? I skipped 8 chains。 うん、さっきね来てね、ちょっとまた悪さをしてね、怒られたところなんですよ。でね、またね逆ギレしてるの。はい、逆ギレっていうか甘えてるんだよね、あれはきっと甘えてるんだと思う。でもと全然見てなかった。ちょっとぼーっとしてた。ごめんなさい。I didn't concentrate my work. I am so sorry. Okay. So how many? One more? Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8. はい、8目入ったら、また次のここ、マークのところがあるから、ここも。バックループで中長編みます。 So after 8 half double crochet, please make back loop half double crochet. And this is the first stitch, so let's mark it. ということで、ここもポイントなのでマークしておきます。マークしなくても大丈夫な人はしなくても大丈夫ですよ。So if you don't need any markers, so you can skip this routine. Okay.ダブルで取っとこう。Okay, so let's make double. Okay, and chain one. そして鎖を一目したら、turn your work 裏返して、back loop half double crochet. back loop の中長編みを編んでいきます。And this is the last stitch. これが最後の目ですよね。 OK。 OK, so then next, please pick skipped chains.続いて先ほどスキップした鎖に8個の1,2,3,4,5,6,7,8 個の中長編みを入れていきます。 Please make 8 half double crochet。 ちょっとねピッキングしにくいんですよね。 It's quite hard to pick the chains. It's easier to pick V chain like this. このように V チェーン取った方が楽かもしれませんね。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8個できた。 Alright, so please continue back loop half double crochet. そしたらまたバックループの中長編みを編んでいきます。これイヤーウォーマーで編んだ編み方と一緒なんですよ。Do you remember, this is the same stitch that I introduced in crochet ear warmers.
Oh, I want to cut this. It's not good texture. で、こんな感じでずっとあの中長編みのバックループで編んでいきます。So please continue back loop half double crochet and see you here to make a brioche crochet. ブリオッシュ編みでちょっと編みたいと思うので、ここでここまで来たらお会いしましょう。で、ここまで来たら、次どっちが下かって言ったら、こっちが下でしょ？ Okay, this is the lower. Okay, so pick the lower one. And so let's make brioche crochet. そしたら、ブリオッシュクロシェット入れていきます。まあ、イギリスゴム編みって呼ばれてる分ですね。ヤンオーバー引っ掛けます。Front post half double crochet. 表引き上げの中長編みを入れます。That's it. それだけ。あの、なんでそれでブリオッシュになるんかなって言われたら、私もちょっと困るけど、わかるかな。こんな感じで、ちょっとこの鎖が浮き合って、そういう感じのテイストになるっていうだけで、まあ、完全にブリオッシュではないんでね、テクスチャーとかは全然違うと思いますけど。そう、I don't think it's a totally same of brioche, but I think then better looks. まあ、見かけは良くなるんじゃないかなと思っております。And then back loop half double crochet. そしたらまた裏山の、あの、裏山じゃなくてバックループを取る奥で編んでいく、あれですね、あの中長編みを続けます。で、もう一度あの終わり、目のところだけ最終的に見ておきます。で、 when you crochet hold like this and insert like this, so it's a top loop, this is a back loop. トップループを取る、こうやって持つとトップループがバックループなので編みやすいってことが分かったんですよ。I found this is a very easy technique to back loop half double crochet when you crochet. This is quite easy. And so please follow this technique. It's very easy. I love this. すごく早く編めるので気に入ってしまったんですけど。And one, two, three more. 三つ、あと三つですね。One, do like this. You see? It's very speedy. Three. Okay, let's check. ね、this is the last stitch. Yeah. Chain one, 鎖一留めをしたら、turn and work. 裏返します。Maybe sometimes.Different way to avoid twisting. まあ、ツイストしないように向きは適当に。はい。And please pick the back loop. そしたらまたバックループを取って half double crochet. こんな感じでバックループの中長編みを入れていってください。Okay. So let's do it brioche crochet one more time. もう一度ブリオッシュクロシェットを一緒に編みましょう。Okay, so this is two, this is one, so this is the next one. もう見たらわかりますね。こっちのが短いからこっちなんですけど、下にある方。で、ここで、ブリオッシュクロシェット入れます。So next is ブリオッシュクロシェット。It means front post half double crochet. まあ、あの、表引き上げの
中長身なんですけど。多分ね、こうした方が綺麗に仕上がるんじゃないかなと思いまして、ここ私のアレンジです。 This is my arrange。 OK, and back to back loop half double crochet。 そしたらまた元に戻ります。ちょっと不思議な編み方でしょ。これすごい新しいテクニックだなと思って、こう思いつかないですよね、自分では絶対に。こういうの、そしたらここはもうすでにこんな感じで開いちゃうので、すごく楽。しかも何がいいかっていうと、こうなんていうの、ここでリボンみたいにちょっと細くなってるのがいいですよね。ということで、OK, so please continue. はい。これを繰り返していきます。なので、ハーフ、ブリオッシュクロシェットをここで入れるということですね。So please don't forget brioche crochet in this opening space. And then, the rest of stitches are all back loop half double crochet. そして他の、目はゴム編みですね。中長編みのゴム編みを編んでいきます。Okay, so next is the brioche half double crochet again. So pick front loop and half double crochet. このように表引き上げの中長編みを入れていきます。2段目以降はね、フロントポストを取るだけなので難しくないと思うんですよ。こう出てるのでね、ここが。 So it's easy to catch the stitch at the post. Easy to catch the post. Okay. はい、出てるんで取りやすいですよね。 So let's check. Can you see? It's not a good nice look. It's this is, you know, chain and like a living.It's a brioche style. これがブリオッシュスタイルですね。まあ、編み方全然違うんですが、まあ、ブリオッシュのように見えるという編み方。はい。で、またバックループで取ります。So back loop, half double crochet. よいしょ。And continue. そしたら続きは、続いてはこっちですよね。今ここ編んだから次はこっち。もう多分そんなに難しくないから見落とすこともないと思うので、いや、こんなに簡単で素敵なものを思いつくって素晴らしいなって本当に思うんですけど、はい。ということで、今こちらが3玉目なんですけど、 This is my third ball and then I made 1, 2, 3, 4, 5 ブリオッシュ、ブリオッシュ5つ入れて、こっちもですね、1、2、3、4、5。こんな感じ。幅が何センチくらいかな。So the width is 20センチ、right? 20。こんなもんでいいんじゃないかなと思うんですけど、もうちょっとあった方がいいのかもしれないけど、まあこんなもんでいいかなと。で、そうですね、何段かな、1 2 4 6 8 10 12 13 13段ぐらいかな、12段、ま
そんな感じで。で、こっちから始めて、ここで終わってて、糸端がこっちが、こっちが表ですね。This is a light side. The yarn and is here, the starting and is here. ここが始まりですね。And this is the end. こちらが終わりなので、まあ、ここでいいかなという感じ。で、はい。カットします。すごく簡単だったすごく簡単で、で、これも取っときますね。 So remove the markers。 So let's whip the end。 糸端を隠します。Okay, finished. はい、できた。できた、できた。できた、できた。泣いとるので。ということで、で、どっちがどっちかわからなっちゃったね。やってんのかな、こうかな。はい。で、これをここに通すと。こういう首巻きになるよっていうことですね。ということで、こんな感じでこの中にこう輪っかになってるので、この中に通すっていうことで、編みながら、これすごいテクニックがね、こっちとこっちで編んでいくって、って感じだったんですけど、面白かった。新しいテクニックって面白いですよね。なんかすごく勉強した気になって、あーすごいと思いましたね。で、同じ毛糸じゃないから、まあ、かぎ針とちょっとサイズを変えたり、毛糸の太さを変えてちょっとアレンジしてみたんですけど、アレンジの仕方、はい、ご説明したので、お好みの糸で編んでみてください。 So I explained how to arrange different yarn size and hook size so you can arrange your suitableone with your favorite yarn. So I recommend very soft angora or alpaca or cashmere. Very soft yarn is very nice to wear it. ということでね、アルパカとかカシミヤとか柔らかい糸がもし手に入るようでしたら、それで編んでみられたら多分すごく気持ちいいんじゃないかなと思います。ね。もっと分厚く編んで、こうほっかむりじゃないけど、こんな感じで頭巾みたいな感じにしてもいいのかなって感じですね。ちょっとそうなるとここに通すのが大変かもしれないんですけど、はい。ってことで、まあ、家の中とかでちょっと着るときとか、少し作業するとき、首元寒いときもこれだったら外れないし、ちょうどいいかなと思います。Okay, thank you for watching. See you next time. Bye-bye.